ごめん、また遅刻しちゃった。今日は私がおごるね。ねえ、天気がいいからホコ天でも見に行こうよ。さて、今日君がやってきたのは他でもない若者の憧れ、ファッションの街原宿。今日ここで君は彼女とデートすることになるわけだが、何分もう10回目。大きな声では言えないが、5回目のデートでとりあえず唇を奪ってはいるものの、その後の進展がどうも思わしくない。思い起こせばこの3ヶ月間、君の週末は努力の連続だった。東京ディズニーランド、サンシャイン水族館、流行りの映画。健康有料な君としてはさらなるお付き合いを目指しているわけだが、それはこれからの君の行動にかかっている。ちょっぴり大人のふりをして、今日こそは彼女を口説き落としてしまおう。チャンスがあれば口説きボタンを忘れずにね。それではスタート。今度はタレントショップに行きたいな。どこに行こうか。あ、ここね。これかわいい。いいね、これ。渋谷に行こう。君の運命を決定する口説きボタン。女神の微笑みか、破滅への罠か。うまく口説けた君には、秘密のアドバイスを授けちゃうよ。口説けなかった時は、覚悟しといてね。それでは、スタート。寝てるぞ。くるのけん、くるにてしまえ。くるのけんのくは、熊本県のく。どもは努力でけんはけんけんけん。くどけ、くどけ。作戦成功。教えてしまうワンポイントアドバイス。ご紹介するのは誰が名付けたか。その名もキャットストリートです。一見何のことはない裏通りのようだが、この通りなくして原宿渋谷ルートは語れません。キャットストリートの名が表す通り、道を埋め尽くす猫猫猫。その数ざっと156匹はいないよ。だが女の子が心を和ませる動物ナンバーワンだから、ちょっといい雰囲気になることは間違いないぞ。さあ、これから君が向かうのはデートのメッカ渋谷。この後も頑張ってください。109-2 に入ろうよ。どこに行こうか。あ、ここね。ハッピーカムカムね。くどけなかった時は覚悟しといてね。それではスタート。寝てるぞ。成功。くどけちゃった君、おめでとう。アドバイスをあげようね。なんと世界一ファッションビルの多いのがここ渋谷かな。超メジャーからスペシャルマイナーまで、ファッション関係が目に目に存在する。ここで香織ちゃんにおしゃれな洋服なんかをプレゼントなんてのもいいかもね。だが
デートだからといってファッションばかりに気を取られているようじゃダメダメ。彼女への小粋なプレゼントを探すならおしゃれな日用雑貨品にかなうものはない。なんたって可愛いあの子が毎日使うんだもんね。そしてここ渋谷にはそんな雑貨ばかりを揃えた店が2つもある。それが東急ハンズと西武ロフトだ。なんたってビル2つ分まるまる雑貨だから見て歩くだけでも楽しいデートコースになっちゃうぞ。さあ楽しいショッピングも終わったところでそろそろお腹が空いてくるんじゃないかな。まだまだ続くウキウキデート、続きをどうぞ。お腹空いたね。何か食べに行こう。どこに行こうか。何がいいかな。ねえ、決めてくれる？ラッキーアットホーム。おいしそう。いただきます。とっても美味しかった。ごちそうさま。届けなかった時は覚悟しといてね。それではスタート。寝てるぞ。くんどけくんどけんくんいちま。作戦成功。届けた君には秘密のアドバイス。この看板を知ってるかな。知らない君は要チェック。これさえあれば大丈夫。無敵のお食事処プライムガーデンだ。ロングタイムのデートの付き物の食事、ありそうでなかなかなのが使える食事処。あまり気取ったところはだし、かといってラーメン屋ってわけにも。そんな時は迷わずここプライムガーデン。世界各国の食べ物がひしめくデリカテリアなのだ。古今東西、食を制する者は女を制す。さあ、楽しいお食事も済んで物語はいよいよ佳境に。ますます張り切ってまいりましょうか。何か体を動かして遊ばない？どこに行こうか。よし頑張るぞ。最高。いいノリしてるわね。届けなかった時は覚悟しといてね。それではスタート。作戦成功。いいノリしてるわね。あー楽しかった。喉渇いちゃった。なんか飲みたいな。いよいよやってきた君の手腕の見せ所。この時のためにポパイピアウルトラボックスでチェックしておいたおしゃれな店に連れて行ってあげよう。それがここパーティーバー9だ。なんと道玄坂という絶好のロケーションに位置している。丸山町を徒歩1分。間違っても君の方が先に潰れちゃったりしないだよ。さあレッツメニメニドリンク。乾杯。あーもうこれ以上飲めない。大丈夫大丈夫。あー本当私もうダメ。吐きそう。やば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 いやばい。あーちょっと疲れちゃったみたい。やっぱり私帰ろうかな。腹ごれ切れ。はい、いけない。こんな時間になっちゃった。今日は楽しかったね。
電車なくなりそうだからそろそろ帰らなきゃ。作戦完了の時まであと30分、頑張っていきましょう。さて、君の作戦やいかに。ありがとう、香り大満足。作戦完了の時まであと20分、粘っていきましょう。さて、君の作戦やいかに。今日は本当にありがとう。電車なくなっちゃうから帰るね。作戦完了の時まであと10分だ。粘れ、粘るんだ。さて、君の作戦やいかに。すごいね、やるじゃん。私直しちゃった。うん、じゃあ帰るね。作戦完了の時まであと5分、あと5分だ。粘れ粘れ粘れ、粘るんだ。さて、君の作戦は。作戦やいかに。なあ、パワフル、素敵。ほんじゃ帰るね。あと3分、あと3分なんだよ。粘れよ粘れ粘れ。どうすりゃいいんだよ俺はよ。君だ、君、君、君の作戦はどうすんだよ。え、しょうがないな。今日は悪い子になっちゃおうかな。ちょっと待っててね。家に電話してみるから。行くぞ。ここからが本当の本番だ。まずは深呼吸、スーハースーハ。じゃあ用意はいいかな。君の夢を叶えるスペシャルコマンド、スーパー口説きボタンだ。1ボタンを押すタイミング、エンドハンドパワーで彼女を口説き落としてみよう。うん、ハッピーカムカムね。いかがでしたか。実用デート講座原宿渋谷編、お楽しみいただけましたでしょうか。このコーナーでは皆様からのお便り、取り上げてほしいデートコース、ご意見、ご感想などを募集しています。穴場情報なども待ってるからね。それでは、じゃんじゃんおはがきお待ちしています。次回まで、さよなら。